ればこの世はもう限りあり、我が対岸のためには未だ足らぬ。つまり生贄がもっと欲しいってこと？じゃあもし生贄をもっと捧げたら返してくれる？巫女を欲するか。お前が手を組む相手として悪い選択肢じゃないと思うけど、アルケニモンやピエモンはお前にとって期待外れだったかもしれないが、私ならもっとたくさんの人間をお前に捧げることができる。何の話かと思えば、元より役立つとは思え。私はあいつらとは違うんだ。すがりついてご機嫌を伺うだけじゃない。私には私の強い意志があるんだ。もっと生贄を用意してくる。そうすればこの世界も救われたから。さっきも言った通り、生贄を捧げる代わりに美雪を返してくれ。成就した暁にはこの世にしろ返してやろう。約束だよ。アグモン、おはよう。タクマ、やっと起きてきた。アグモン、どうしたんだ。タクマ、タクマ、助けて。僕だけじゃダメだ。アグモン、一体何が。あれ、あの子たち。はい、いい子ですね。今ご飯あげまちから。ほら、泣かないで。いないいない。ええええ。こら泣くな。シャコモンが泣き止ませてるのに泣くんじゃない。あ、こいつ漏らしているぞ。誰か拭くものを。これどうなってんだ。遊園地の子たちだよ。僕らで面倒見なきゃいけないじゃない。ああ、そりゃそうか。
そういえば、葵さんやみんなは？みんな、起きてきてるよ。みんな、サキさん、葵さん、葵、誰が話しかけても全然反応。ラブラモンもすごく心配してるよ。人間の子供たちよ、こんなことになってしまってすまなかったの。ジジモン、我らを助けてくれたことは感謝してもしきれない。おかげで多くの仲間たちの命が救われた。だがその代わりにお主の仲間を失わせてしまった。そんな、ジジモンのせいじゃないよ。そうだよ、誰が悪いっつうなら襲ってきた奴らのせいだろう。いや、わしはお前さんたちの勇気と好意に甘えすぎたのじゃ。せめてあの時、わしがこの身を張ってでもあの子を助けることができたなら、犠牲になるべきはわしのような老いぼれだったのじゃ。そんなこと言わないでよ。うちはジジモンやみんなが無事で嬉しいよ。生きててくれてよかったって思う。うちはもう誰にも死んでほしくない。ミュー、僕もそう思うよ。もちろん先のことはすごく悲しいし悔しい。でもみんなを助けに行ったことは後悔してない。それは先も一緒だと思う。そうだよな、先のやつあんなに必死に小さいやつらを守ろうとしてたもんな。ああ、最後の最後まで先は本当に勇敢だった。ええ、私もそう思う。ここにいるみんなをちゃんと助けられたのも。ずっと落ち込んでちゃダメだ。僕らは前に進まなきゃ。先の死を無駄にしないためにも僕らは絶対脱出しないといけないんだ。世界を救うためにも。きっと先もそれを願ってる。タクマの言う通りなのかもな。ああ、そうだよ。先のためにも前に進まねえとな。うん。やっぱタクマはいいこと言うぜ。葵さんもそう思うだろ。そうしてサキさんのことを忘れるの？え？分かってるわ。タクマくんの言ってることはきっと正しいのよね。でもサキさんはもう帰ってこない。葵さん、私ちょっと風に当たってくる。葵、待って！待って、僕も行く。タクマ、僕も。どうしよう、うち
ち、ひどいこと言っちゃったのか。ミュウは悪くない。だからお前、あの葵さんがあんなこと言うなんて、よっぽど咲のことショックだったんだな。それだけじゃねえだろうな。あれ、え、いや、なんでもない。葵さん、待って。葵さんってば。お願い、来ないで。でも今は話したくないの。葵、タクマは心配して追いかけてきてくれたのよ。みんなだってすっごく心配してるんだぞ。私はみんなに心配してもらう資格なんてない。葵さん、サキさんは私のせいで死んだのよ。葵、何を言ってるのよ。そうだよ、葵さんのせいだなんて。この世界がどれほど危険な場所なのか嫌ってほど知ってたのに、私はサキさんを一人にしたのよ。だからあんなことになったんだわ。だけどすぐに葵さんたちだって追いかけたじゃないか。僕たちはあの時できる最大限のことを。本当に？私はサキさんが病気のことで悩んでるのを知ってた。その反面、この世界でのびのびと自由に過ごせる嬉しそうな顔も、この世界でなら何かできるのかもしれない。自分にできることは何でもしたい。懸命に前を向くサキさんだからこそ、いつか無茶をするかもしれないことくらい分かってたはずなのに。だとしたら僕のせいでもあるよ。だってあの時サキを止められなかったのは僕も一緒なんだから。違う。だっては、心のどこかでサキさんを止めたくないって。だってサキさんは本当に一生懸命。昨日だってどうして勝手なことをするのってそう思ったはずだったのに、やっぱり心のどこかでは羨ましくて。だって憧れてたから。私もサキさんみたいになりたいって思ってた。サキさんに認めてほしかった。そんな私の自分勝手な気持ちがサキさんを危険にさらしたの。葵、さっきから何を言ってるの。葵は何も悪くないじゃない。いいえ、私のせいよ。眷属が小さい子に化けてるって気づいていれば、私が余計なことをしなければ、そしたらきっとサキさんは死なずに済んだはずなのに。葵さんの責任なんかじゃないよ。じゃあ誰の責任？誰が悪いの？私が止めていれば、私が勇み足を踏んでなければ、私が責任を追及するって言うなら、本当に悪いのは無視のはずだよ。僕らがここに来た全部の原因じゃないか。だからこれ以上自分を責めないでほしい。それでも私は自分に責任がなかったとは思えんだって。私はあの時、葵さん、どうしてそこまで。葵の不安なことも
悩みも全部聞くわ。だから僕も一緒に聞くぞ。ごめんなさい、今は何も話したくない。葵、悪いけどしばらく一人にして。葵、タクマ、カイト、さすがに気になってな。お前だけに大変な役をやらせちまった。みんな何か声をかけなきゃとは思ってたんだ。俺もいろいろと考えちまってな。葵さんを追いかけるべきかな。いや、やめておけ。本人の言う通り、しばらく一人にさせておこう。今はそっとしておくべきだ。うん。
整った。 任せておけ。
に任せておけ。俺に任せておけ。Thank you.
ここにいたのか。カイト君、あなたも私を追ってきたの？だったら悪いけど。別に追ってきたわけじゃねえよ。単なる偶然だ。俺も一人になりたかったからな。カイト君も。先のこと、お前が何を一番後悔してて、何が一番許せねえのか、俺分かる気がすんだよ。どういう意味？サキが霧に飲まれる瞬間、あいつは。やめて、言わないで。カイト君に言われなくても分かってるわ。サキさんの手を離した私がいけなかったの。だからサキさんは死んでしまったのよ。違う、そうじゃねえ。何が違うのよ。あいつは、サキは自分から手を離したんだ。あれは先の決断だったんだ。嘘よ。だって先さんはもっと生きたかったはずだもの。ありえない。だって誰より生きたがっていたはずだもの。なのに私が、手を離したのは私が先なの。自分がどんな目に遭ったとしても、サキさんの手を離しちゃいけなかったのに。そうじゃねえ、ちゃんと思い出せ。サキはお前を守ったんだ。その事実を受け止めてやれよ。それは生き残った方の都合のいい解釈よ。じゃあ逆の立場だったら、お前が先の立場だったらどうしてた？お前だって先と同じように自分で手を離したかもしれねえだろう。だから先さんの死を当たり前に受け入れるとでも言うの？そんなの無理、絶対に無理よ。んなことくらい分かってんだよ。俺だ。でも何をしてでもお前を守りたかったサキの気持ちもわかんだよ。俺がもしサキと同じ目にあってミウを巻き込むかもしれねえってなったら、絶対にミウを突き飛ばしてでも、自分が死ぬことになっても、たとえミウを泣かせちまうことになっても、ミウに恨まれても、私は何もできなかった。何も。俺だってな、俺だって何もできなかった自分が悔しいんだよ。けどそれでも俺たちは生き残ったんだ。だから生き。あ、葵、ようやく見つけたわ。って、カイトも一緒だったの？どうして、どうしてサキさんだけ、どうして私じゃなかったの？どうしてよ。あ、葵、すまねえ。俺がますます追い詰めちまったみてえだ。サキさん。葵が泣いてるの嫌よ。
が行こう。に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。おっと、俺の番だな。Thank you.
俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。力も上乗せしよう。俺に任せておけ。
教授、どこに行ってたんですか？森を探索していたんだよ。奥の方に新しい建物が出現していた。え、本当ですか？どんな建物ですか？中に人はいましたか？落ち着いてくれ、タクマ君。一つずつ答えるから。すみません、つい。私が見たのは図書館だよ。図書館？軽く入り口付近を見ただけだから、中に人がいたかどうかはわからない。それに、あの図書館は明らかに今までの建物と違う。違うって、どんな風に？あの建物は、いや、みんなの前で話した方が早いか。とにかく一度校舎に戻ろうじゃないか。そうですね、わかりました。行きましょう。どうした？言いたいことがあるなら全部吐き出しちまえよ。サキさんは私たちを生かすために決断してくれたって思うべき。俺はそう思ってる。私、本当にもう大丈夫だから。お？え？ハルくん？ハルだって？あいつ、生きてたのか？嘘！ハルくん？待って、聞こえないの？ハルくんってば！待ってってば！一人じゃ危ないわよ！おい、葵！お前までどこ行くつもりだ？決まってるわ！ハルくんを放っておくことなんてできない！今度こそ、私が止めるの！葵、待って！私も行くから！だったら俺も。いや、ダメだ。俺までついてったらみんなと完全に別行動になる。まずは急いで校舎に戻ってみんなに知らせねえと。しかし、葵さんとカイトのやつどこ行ったんだ？タクマは途中まで一緒だったんだろ？
結局葵さんが一人でどっかに行っちゃって、後からラブラモンが探しに向かったんだ。カイトはてっきりこっちに戻ってるもんだと思ったんだけど。カイトも葵のこと心配してたからな。もしかして様子を見に行ったのかもよ。どうかな、今はそっとしといた方がいいって言ったのはカイトだし。もしかして二人でデートか。ミノルさん。ああ、いや悪い。けど本当にどこ行ったんだろうな。たく、俺がチビどもを相手に大変だって時にあいつは勝手な行動しやがってよ。そいつは悪かったな。カイト、どこ行ってたんだ。おめえな、全然戻ってこねえから心配したじゃねえかよ。そうだよ、お兄ちゃん。あれ、けど今はそれどころじゃねえ。何かあったのか。ハルが戻ってきた。え？それは本当かね。ああ、俺もこの目で見たからな。まさか葵とラブラモンが戻らぬことと何か関係があるのか。葵とラブラモンはハルを追いかけて行っちまったんだ。行き先は分からねえが、東に向かって行ったのは確かだ。東？図書館のあるあたりかね。図書館？それってさっき教授が言ってた新しく出現した建物のことですよね。いや、僕もさっき教授に聞いたばっかりで。いかん、危険だ。新しく出現した場所だ。主の手下も調べに来る可能性が高い。それって葵さんたちが危険ってこと。早く助けに行かないと。ちょっと待った。何か変じゃない？変って何が？だってずっといなくなってたハルが急に戻ってきて、突然現れた図書館の方に向かったんだろ？俺なんか嫌な予感がするっていうか。ミノルさん、それってハルのこと疑ってるってことなの？ミユキの霊だってあるんだぞ。すでに向こうの手下になってる可能性だって。そんなはずは、春にあの子に限って 100% ないとは言い切れねえよな。あやつ、しかし分かってる。確証もないのに決めつけるわけにもいかねえ。そもそも罠だったとしても葵たちを放っておくわけにはいかねえだろう。図書館のこと、状況がわからないことが多いけど、一つだけわかってるのは、葵さんたちを助けに行くべきってことだと思う。僕もそう思う。うちも絶対助けに行く。つーか、
それ以外に選択肢なんてねえだろ。俺だって最初から分かってるっつうの。そうと決まれば急いだ方がいいな。ああ、みんな図書館へ向かおう。になってたらハル君を助けられない。今度こそ絶対に私が助けるのよ。葵待って。何あの建物、昨日までなかったはずなのに。葵もあの中に。待ってて葵、すぐに追いつくから。ハルくん、どこ？いたら返事して。足音。感じがするわ。もしかしたら敵が潜んでいるのかも。だったらなおさら早くハル君を探さないと。葵帰りましょう。またみんなと一緒に来ればいいじゃない。ダメよ、そんなことできないわ。葵ちゃん、葵ちゃん、その声、まさか。葵ちゃん、サキさん、そんな、まさか、本当、嘘。よかった、本当によかった。ううん、違うよ。私死んじゃった。もっと生きていたかったのに。家に帰りたかったのに、もう帰れない。ママたちにも会えない。どうして葵ちゃんは私を助けてくれなかったの？私何度も葵ちゃんを助けたよね。なのに、どうして。
私どうして。ごめん、ごめんなさい、私のせいで。ねえ、どうして私の手を離したりしたの？ちゃんのせいなのに、自分だけ生き残るなんてずるいよ。葵ちゃんも一緒にこっちに来てよ。一人で生きていてもしょうがないよね。さきさん、そう、私もそっちに。私だけ生き残るなんて、そんなのずるい。葵、しっかりして、これ絶対におかしいから。ちゃんと思い出してね。え、サキは？ね、葵ちゃん、こっちに来て。サキさん、ごめんなさい、私もそっちに行くから。だから許して。ほら、こっちこっち。さきさん、本当にこっちで合ってるんですか？ああ、そのはずだ。はずって？この世界については何一つ確かなことが言えないのだよ。突然図書館が現れたように再び消えていることもまたあり得るわけだ。うげえ、勘弁してくれよ。方角はこっちで合ってんだろ。なら、うだうだ言ってねえで進むだけだろ。うん。ん？図書館ですか？いや、別の厄介なものを見つけてしまったようだ。見つけたというよりは、むしろ見つかったと言うべきか。随分と遅かったな。仲間の危機だというのに薄情な奴らだ。レナモン！何あいつ、なんか怖い。ミュウ、大丈夫だ。何があってもお前は守る。ゼロ、私もね。なんて目で教授のこと睨んでんだよ、あいつ。ここに来たのは私たちに接触するためか、それとも図書館目当てか、みゆきくんのためか。黙れ。お前にみゆきの名を語る資格などあるものか。やはり君は私のことを恨んでいるのか。答えを返す義理はない。お前らには黙って生贄になってもらう。生贄？ミコ以外にも生贄が必要なの？以前アルケニモンが言っていたな。人間の子供は
巫女ほど重要ではないが。十分に使い道があるって。でもそうはさせないわ。何をするつもりかは分かんないけど、生贄なんて絶対にダメだ。ふん、使い道すらない獣たちがよく吠える。なんだと。レナモン、どうしてだ。お前はミユキを助けようとしていたじゃないか。僕たちは同じ目的のはずだ。だったら一緒に。うるさい。そもそもお前らが現れさえしなければこんなことには。お前らが、お前らさえいなければ。あれは主の眷属ども。まさかレナモンが連れてきたのか。嘘。最悪の展開ってやつか。レナモン、どうして。みんな気をつけろ、来るぞ。レナモン進化。私の術の餌食となれ。悪魔に立ち向かうつもりか。相手になろう。駆られたいものから来る。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。はっ。おっと、俺の番だな。強くなる約束だ。俺に任せておけ。
俺に任せておけ。俺に任せておけ。ここは俺だな。もうどうして戦わなきゃいけないんだ。お前だってミユキを救いたいんだよな。知ったような口を聞くな。約束したんだ、ミユキを守ると。私だけがミユキを助けられるんだ。それって僕たちと同じ。ハルでもタクマでも他の誰でもなく、この私がミユキを救う。お前たちにいいことを教えてやろう。仲間の居場所だ。仲間？それって？葵のことか。あいつを助けたいのなら図書館に来い。そして自らの罪と向き合うがいい。本当にそうなのか？ハッタリなんじゃ。いや、あの口ぶりはハッタリとは思えない。でもおかしいんじゃねえか？捕まえたって言うならどうしてすぐに生贄にしねえんだ？決まってるでしょ。ミユたちをおびき寄せて生贄を増やすためよ。つまり罠ってことだな。でも罠だったとしてもやることは変わらないよ。そうだよ、二人を助けなきゃ。行こう。もう少し進めば図書館が見えてくるはずだ。行こう。
に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。またいつでも相手になろう。Thank you.
Thank you.
行こう。整った。任せておけ。暴れてやろうか。
に任せておけ。よし、俺が行こう。僕の番だね。
行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。僕の番だね。行くぞ。無限ドラに任せておけ。俺に任せておけ。俺に任せておけ。出よ。またいつでも相手になろう。
百馬、教授がいるよ。幻を見せられているのか。違う違う、私は見捨ててなの。教授、しっかりしてください。教授、大丈夫？大丈夫、大丈夫だ。すまない、取り乱した。幻を見ていた。いや、幻というには作為的な内容だった。あれは幻ではない、意図して作り出されたものだ。苦しめ、弱らせることが目的なのか。心を追い詰め、しかし壊さないようにしている。子供たちだけでなく私にも見せようとしたのは、その理由は。教授、拓磨君、君にはすでに少し話しているが、改めて聞いてもらえるだろうか。はい。私の名前は水瀬秋春。50年前に行方不明になった水瀬美雪の弟、春だ。え？美雪が教授のお姉さんで、みゆきが私の姉であること、春が昔の私の姿をしていること、私は今までそれらが元の世界に戻るために必要のない情報だと、むしろみんなに余計な気苦労をかけるだけだと思い込む言葉を濁してきた。ジジモンはみゆきに声を届けても、それは対症療法、その場しのぎでしかないと言って、いずれみゆきを倒さねばならない。それが本当なら、教授とみゆきが兄弟だという情報はみんなに遠慮や迷いを生ませるでしょうね。私も同じように考えていた。だがその思い込みは間違っているかもしれない。みんなにも伝えるべきではないかと、そう思えてね。ことは賛成ですけど、もう少し落ち着いてからにすべきじゃないでしょうか。いや、これ以上先延ばしにするのは良くないだろう。何しろあのレナモンが深く関わっていることなのだから。レナモンの像も、レナモンが主についたこともおそらく私の過去と関わりがある。全てを救う鍵がみゆきであるならば、私の事情ももう無関係でいられるはずがなかったんだ。だから無事にこの図書館を脱出できたら、全てをみんなに打ち明けようと思う。私について、私の姉について、最初から全てを。教授、思い出せたんですね。ああ、そうだ。今まで黙っていてくれてありがとう。そしてすまなかった。まずは全員で拠点まで無事に戻ろう。わかりました。そのためにも捜索を手伝ってください。まだ見つかっていない人がいるんです。葵さんのこともあるし、急いだ方がいいと思うんです。
彼女はサキ君のことで心を痛めていたからね。確かに一刻も早くこの場所を出て落ち着ける場所に連れて行った方が良さそうだ。はい、急ぎましょう。あ、わかった。全力を尽くそう。タクマ、ラブラモン、それに葵さん、よかった。二人も無事だったんだ。タクマ君から葵君の状況を聞いてね。心配していたよ。それで葵さんは？今は少し落ち着いてるわ。でもさっきさ、この後はどうするの？全員と合流したら扉か窓を破って一度この建物を出よう。罠の中じゃ調べ物なんてできないよ。まずはここから逃げ出すことを考えるんだ。お前たち人間はまたそうやって逃げるのか。レナモン、待ち伏せていたのか。このまま逃がしては捕らえた意味もないだろう。無駄な抵抗はやめて早く生贄になってしまえ。待てよレナモン、お前の目的を教えろ。ミノル、お前はミユキを救いたいはず。ミユキが主に囚われた状態では困るはずだ。なのになぜ主に加担する？主からミユキを救いたくないのか。呆れるばかりだ。君たちは本当に同じことしか聞かないな。そのしつこさに免じて教えてあげるよ。すべてはミユキを。ミユキを救う？主から取り戻すってことか。そのためにこの子たちを身代わりにするつもりか。身代わりってタクマたちとミユキを交換する？主は生贄を欲してる。多くの生贄を食らって初めて主の世界は広がるんだ。私は主の手足となってお前たちを連れていく。その代わりにミユキを返してもらう。主が巫女を返すはずがない。君は騙されている。だからといってミユキを、私の運命の子供を見殺しにはできない。運命の子供？じゃあレナモンにとってのミユキは僕にとってのタクマなの？そうだ。お前たちの世界の時間で数十年前、多くの子供たちがお前たちと同じようにこの世界へ迷い込んだ。その中にいた二人の子供、水瀬美雪と水瀬秋。お前のことだ、水瀬秋春教授。いや、春は？じゃあみゆきって教授のお姉さん？いくらこっちとあっちで時間の流れが違うって言っても教授とみゆきじゃ歳がおかしいだろ。みゆきは特別だからな。時の流れに置き去りにされているんだ。ミユキは水瀬の巫女だ。世界と世界をつなぐ歌を操ることができる。ミユキはその力で、神秘の歌で、秋春、お前だけを元の世界に戻し。じゃあ教授はこの世界に来るのが二度目だってことか？
そうだ、レナモン、ここで見たお前の幻が教えてくれた。私の記憶の蓋、真実を隠す恐怖、あの悪趣味な幻は全てを取り払った。私はみゆき姉さんを置いて元の世界に戻り、そしてこの世界で感じた恐怖ごと記憶に蓋をしてしまったんだ。お前を逃がしたせいでみゆきは主に捕らえられ、魂の半分を奪われた。その私が生き残った仲間を解き伏せ、みゆきを奪還した時には彼女は自我を半ば失って、お前の身勝手な保身のせいでみゆきはこの世界に置き去りにされた。主に取り込まれ、正しく年を取ることも心を動かされることもなくなった。ハル、お前は自分だけおめおめと元の世界に帰り、置き去りにされたみゆきを見捨てたんだ。みゆきはお前を救うために心を壊されて傷ついたのに、なのにそんな状態でも彼女は弟を待ち続けていたんだ。あ、弟はきっと来てくれる。みゆきはそう信じていた。そう思わないと。だから私はこの姿で彼女を支え続けた。お前、私はずっとお前の影帽子でいたんだ。お前がこんな老いぼれになるまでずっとずっと一人で彼女を助け。レナモン、すまなかった。それは償いきれないほどの大きな罪だ。そうだ、贖えない罪の行き着く先は死だ。お前たちは全員待ってくれ。タクマ君たちはこの話に関係がない。あるさ、ミユキを取り戻すための交換材料だ。私の目的は復讐ではない。だが結果としてお前たちは死なねばならない。しかし私にとってお前の姿を撮り続けることがどれだけ屈辱的か分かっていれば、私の意志が固いことも分かるはずだ。レナモン、僕には主が巫女を解放するなんてどうしても思えない。みゆきを取り戻すためにすべきなのは生贄を捧げることなのか。本当にみゆきを取り戻したいのなら僕たちで声を届けるべきだ。私たちの声はきっとみゆきに届く。だからレナモン、黙れ。レナモン、認めない。私ではなくお前たちの声ばかりがみゆきに届くなど認めない。おとなしく彼女のために生贄となれ。それがお前たちにできるたった一つの償いだ。守ってみせる。行くぞ。甘いざれ事はもう終わりだ。立ちはだかる者は私の敵だ。承知しないわよ。案ずるな。早めに終わらせる。よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、全ては整った。
だね。俺に任せておけ。案ずるな。早めに終わらせる。大丈夫か？カイト、無事だったのか？ああ、すっかり遅くなっちまって悪かったな。けど、もちろん俺もな。何しろこっちは散々変なもん見せられて、向かっ腹立ってるからな。そこのてめえ、覚悟しやがれ！初っ端から飛ばしていくぜ！任せておけ。案ずるな。早めに終わらせる。おっと、俺の番だな。
友、シャコモン、よかった。もちろん、ミユはね、そんなにヤワじゃないのよ。でも、すっごく嫌な幻を見せられて、うち、めちゃくちゃ怒ってるから、絶対ゆ…任せておけ。手助けしてやる。はっ。案ずるな。早めに追い。ないのだ。案ずるな。早めに終わらせる。ここは俺だな。俺の力も上乗せしよう。倒れるわけにはいかないのだ。
案ずるな。早めに終わらせる。ここは俺だな。俺の力も上乗せしよう。ブレイド。案ずるな。早めに終わらせる。ここは俺だな。ないのだ。僕たちの勝ちだ。まだだ、まだ。もうやめてよ。これ以上戦ったら本当に死んじゃうよ。まだ私は負けていない。負けていない。助けるから。必ず。レナモン、君とミユキの間に強い絆があるのは分かっている。私は君からミユキを奪ったりはしない。嘘だ。だってお前はミユキを見捨てて。嘘などつくものか。私は感謝しているのだ。君が辛い思いをしたことはよく分かった。私の存在が君をどれだけ苦しめたかも、どれだけ私を恨んでもらっても構わない。しかし今は協力してほしい。主の言葉を信じたところで君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。何を言う。私は君にこれ以上の苦しみを与えたくない。そしてミユキにも。だからお前がミユキを語るな。
主が約束を守る保証などない。賢い君なら分かっているはずだ。それでも約束にすがってしまったのは他に方法がなかったからなのだろう。だがそもそも最初にみゆきを脅かしたのは主だ。そして今度は君が主に騙され苦しめられたと知ったら、その時一番悲しむのは、みゆきだよな。レナモン、姉さんを、みゆきを、主の手から取り戻そう。あの日、私たちがするべきだったことを、今、成し遂げるんだ。誰だ？やはり思い隔たり、下心ありし。お前もまた。みゆき、いや、主、違う。これは。愚かなりし裏切り者に天誅を。来るぞ、気をつけろ。みゆき、もうそこにはいないのか。お前が寄り添っていた時とは違う。巫女の魂はいくら訴えかけたとて声なぞ届くはずもない。じゃあやっぱりお前は獣ごときの言葉に応じる必要などある。騙したのか。私はレナモン、耳を貸しちゃダメだ。みゆきはあの城で教授の声に応えた。みゆきの魂はまだきっと主のそばにある。みゆき、我が運命の子供、私の声、みゆき、みゆき、頼む、私の声に応えてくれ。くだらぬ。巫女はすでに我が手中にあり。違う。みゆきはお前のものなんかじゃない。あの笑顔も歌声も優しい心もお前なんかのおもちゃにしていいものじゃないんだ。みゆきを離せ。これは。そうだ、レナモン、私たちの思いを力に変えてくれ。レナモン、ワープ進化。
は満ちました。さあ、行くわよ。俺に任せておけ。さあ、行くわよ。
行くわよ。ここは俺だな。行くわよ。ここは俺だな。行くわよ。混合体マンダラ。私が相手だよ。よろしくね。どう暴れてやる。取り戻せなかった。でも分かったよ。みゆきはまだ主の中にいる。言葉も声もやっぱり届くんだ。声が届く。レナもすまなかった。つらい思いをさせてしまった。そしてありがとう。姉さんに寄り添ってくれていて。みゆきは他の人間とは違う特別な力を持って。巫女の力ってやつか。そうだ。生贄にはならない代わりに力を振る。飢餓の世界をつなぐ扉を開ける力、それがあるから主はみゆきに執着しているんだ。主の目的は。みゆきの力で扉を開いて何をする気なんだ。復讐だ。人間の世界に攻め込む気なんだ。この世界が霧に飲まれ壊れ始めているのも主の目的と関係しているのかもしれない。ってことは、主の目的を阻止しないと俺たちが帰れないだけじゃなくて、
両方の世界が霧に飲み込まれちゃう。そういうことなの？私は主からミユキを助け出したい。レナモン、僕たちの目的は同じだ。待てよタクマ、ジジモンは最後にはミユキを倒すしかないって。そうだとしてもギリギリまでミユキを助け出すために考えたい。今のまんまじゃミユキさんがかわいそうすぎるよ。それにうちらの声はミユキさんにちゃんと届くんだって分かった。あれだよな、ミユキに俺らの声を届け続ければワンチャンミユキが自分を取り戻せる可能性がある。そんな可能性にかけちまっていいのかよ。やるだけやってみよう。僕はミユキを見捨てるようなことはしたくない。お前たち、お前もっと俺たちを頼れよ。ハルとしてだったけど一緒に過ごした仲間だろ。仕方ねえな、ミユが危険にならない範囲でなら手を貸してもいい。共に行こう、レナモン。僕たちでミユキと世界を救おう。ああ、カイト、どうかしたのか。おい、葵はどうした？どこにいる？葵さん？葵さんならそこに。どこへ行ったんだ。嘘、ずっとそばにいたのに。うちも気づかなかった。戦いに怯えて部屋のどこかに隠れてるのかもしれない。みんなで探してみよう。でもそんな広さはねえだろ、どこに隠れんだよ。そもそも消えたのは戦いの最中か。だとしたら敵に捕らえられた可能性も。いや、眷属どもはきっちり倒したはずだ。じゃあ戦いが終わってからってこと？悪魔、この部屋の中にはどこにもいないみたいだよ。あいつが相当追い詰められてるのは分かりきってたことなのに。なんてことなの、葵がいなくなったことに気づけないなんて。これはまずいことになったかもしれんな。私のせいだ、私があんな幻を見せたから。レナモン、お前一体葵に何を見せたんだ。わからない、ただ私の見せる幻はつまり彼女の心に一番重くのしかかってるトラウマや。葵さんのトラウマや心配事なんて一つしかない。ああ、サキのことだ。あいつはきっとサキの幻に囚われてるんだ。みんな急いで葵さんを探そう。Thank you.
私どうしたらサキさんは死なずに済んだの？私は